足尾銅山。足尾銅山は、栃木県上津賀郡足尾町、現在の日光市足尾地区にあった、銅山、銅の鉱山。足尾銅山跡として、国の史跡に指定されている。明治期には飛山も産出し、精錬の副産物として、硫酸も生産していた。足尾銅山は1550年、天文19年に発見と伝えられている。1610年、慶長15年、百姓二人が鉱床を発見し、江戸幕府直轄の鉱山として、本格的に採掘が開始されることになった。足尾に、幕府は抽選座を設け、銅山は大いに栄え、足尾の町は、足尾千軒と言われる発展を見せた。採掘された銅は、日光東照宮や江戸、増上寺の部材などに使われたほか、当時の代表的な通貨である、寛永通宝が鋳造されたこともある。江戸時代には、ピーク時で年間1200トンもの銅を産出していた。その後、一時は採掘量が極度に減少し、幕末から明治時代初期にかけてはほぼ閉山状態となっていた。明治4年、1871年には民営化されたが、銅の産出量は年間150トンにまで落ち込んでいた。足尾銅山の将来性に悲観的な意見が多い中、1877年、明治10年に古川一兵衛は足尾銅山の経営に着手、数年間は全く成果が出なかったが、1881年、明治14年に待望の有望鉱脈を発見。その後、炭鉱技術の進歩によって次々と有望鉱脈が発見された。古川一兵衛の死後、1905年、明治38年3月に会社としての古賀工業の経営となった。当時の明治政府の富国強兵政策を背景に、銅山経営は、久原財閥の日立鉱山、住友家の別種銅山とともに、急速な発展を遂げた。20世紀初頭には、日本の銅産出量の 40% ほどの生産を上げる大銅山になした。しかしこの鉱山開発と精錬事業の発展の裏では、足尾山地の樹木が放牧、燃料のために伐採され、掘り出した鉱石を精錬する工場から排出される煙が大気汚染を引き起こしていた。荒廃した山地を水源とする渡良瀬川は洪水を頻発し、精錬による廃棄物を流し、足尾山地を流れ下った流域の平地に流れ込み、水質、土壌汚染をもたらし、広範囲な環境汚染、公害を引き起こした。いわゆる、足尾鉱毒事件である。1891年、明治24年、田中正造による国会での発言で、大きな政治問題となった。1890年代より、鉱毒予防工事や渡良瀬川の改修工事は行われたものの、公害よりも、銅の生産を優先し、技術的に未熟なこともあって、鉱毒被害は収まらなかった。1973年、昭和48年2月28日をもって、採鉱を停止し、銅山としての歴史を閉じた。江戸幕府や古賀財閥により掘り進められた坑道は、総延長 1234km に達した。閉山後も輸入鉱石による精錬事業は続けられたが、1989年、平成元年に JR 足尾線の貨物輸送が廃止されて、以降は鉱石からの精錬事業を事実上停止し、2008年、平成20年時点では、精錬施設を利用しての産業廃棄物、廃酸、廃アルカリなど、リサイクル事業を行っているのみである。それらとは別に、銅山の歴史を伝える施設、足尾銅山観光が1980年、足尾町、現、日光市により1980年開業し、現在に至る。トロッコで坑道に入り見学することができる。近隣には、古賀足尾歴史館もあり、鉱毒事件を含めて学。2012年、平成24年、足尾銅山、映像データベース研究会が4年がかりで作成してきた足尾銅山写真データベースを、6月15日にウェブサイト上で正式公開すると発表した。1883年から46年間に渡り現地を訪れ、当時の状況を記録していた小野崎一徳によって撮影された写真を中心に、銅山と人の営みを白黒写真で記録したもので、撮影時期、場所、説明などが付記されている。また柴岡伸一郎による足尾銅山の里、生きている近代産業遺産は、足尾銅山の栄枯盛衰を記録したフォトルポルタージュで、日本一の銅産出量を誇り近代産業の発展に大きく貢献した足尾の現状を記録するとともに、地域振興において近代産業遺産をどのように活用できるかを述べている。備前立山と呼ばれる銅山が一つある。その他の足尾近隣の山からは、銅は産出しなかった。本山港、有木港、小滝港、通り銅港の3つの高校があった。本山港から小滝港はほぼ一直線につながっており、通り銅港はこの太い坑道に横から接続する形になっている。このため、3つの高校を結ぶ坑道は T 字型になっている。小滝港は1954年、昭和29年閉鎖。最後まで使われていたのは本山港と通り銅港であった。より正確には、本山港と有木港は微妙に場所が違い、これ以外に近くに本口港があった。通常はこの3つの高校がまとめて、本山校と呼ばれる。有木校は当初なしき校という名であったが、縁起担ぎで有木に変更された。また、すのこ橋という名の高校もあった。規模は小さく、通り銅校と同一視されることが多いが、名目上は独立していた。現在のすのこ橋堆積場付近にあった。通り銅地区に置かれた。最初期は使える鉱石かどうかを女工が目視で判別、選鉱したという。本山地区にあったものが最も大きく、小滝地区にも小規模なものが置かれていた時代がある。鉱石から銅が精錬された。1960年代以降は、精錬時に出る亜硫酸ガスを回収して、硫酸を製造し、これも出荷していた。1897年、明治30年、鉱毒防止策として政府は、足尾の銅山施設すべてから出る水を一旦、沈殿させることを命じた、第2回予防命令。閉山後も浄水設備、沈殿池、唐泥池、ろ過池、これに、マトウ、本山のみ秀才家が加わるの稼働は続けられ、マトウ浄水場、本山、中西浄水場、通り道の2カ所が2007年、平成19年時点も稼働である。小滝にも浄水場はあったが、規模が小さかったため、中西に統合された。鉱石くずなどを貯めている場所。公表されているものは、足尾町内に14カ所ある。社宅は、高校付近に多く作られ、ほとんどの校婦は、徒歩で通勤した。小学校や、商店なども周辺に作られた。閉山後は、ほとんどが無人化しており、現存しないものも多い。本山公向かいの山頂付近に本山鉱山神社が存在する。本殿と拝殿の二棟があるが、いずれも放棄されている。このほか、通り銅港には別に神社があり、足尾銅山観光出口付近に拝殿がある。足尾では、ケーブルカー、索道のことを鉄索と呼んだ。1890年、明治23年にまず、舗装峠を越えて、日光を結ぶ路線が作られた。最も大規模なものは、本山港から銀山平を経て、小滝港に向かい、そこからさらに、利根村練に向かう路線である。物資や鉱石を運ぶため、足尾町内に大規模なものがいくつも作られたが、閉山後にすべて撤去されている。登山家を乗せたという記述も残っており、鉱夫などの輸送にも使われたとみられる。人や物資を運ぶために、町内の道路に線路が敷かれた。初期は馬車鉄道で、後期にはほぼ同じ路線をガソリンカーが走った。初期には馬車鉄道であった路線が、後に鉄索や鉄道に切り替えられたところも多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。